咀嚼とは、摂取した食物を歯で噛み、粉砕すること。この時に食物と唾液とが混じり合う。これにより消化を助け、栄養を取ることができる。噛むなどとも表現される。また、食物の咀嚼とは別に、物事や言葉の意味をよく整理して理解することという意味で使われるケースが多い。もっぱら咀嚼運動のみでその風味その他を楽しみ。 味わう嗜好品に、チューインガム、紙タバコなどをあげることができる。日本には、カムという風俗は存在しなかった。咀嚼は単に食物を粉砕し、唾液と混ぜ、塩化しやすくするのみでなく、高校内を刺激することにより、核臓器の消化液の分泌を促進し、高校内の事情を行い、また、食物とともに、高校内に侵入した異物の除去などの役割がある。また、 脳内の血液量の増加、覚醒効果やリラックス効果、噛むことは歯を丈夫にするだけでなく、肥満、ボケ、視力低下、姿勢悪化、虫歯、癌などを予防し、内臓の働きを助け、大脳の働きを活発にし、精神を安定させ、ダイエット効果もある。何より食事を美味しく食べられるなど効果は計り知れない。そしてよく噛むことで、顎の筋肉を使うため、 顎が引き締まり顔がスッキリするとも言われる。ただし、異常な圧力や不正交合の状態で咀嚼することによって、歯周病や、肛門症、顎関節症となることもしばしばある。そのため、噛み合わせの異常な状態では、むしろ咀嚼が体に害を及ぼすことがわかっている。咀嚼に関わるシステムを咀嚼系という、咀嚼のみならず発音や演歌にも関わる。 咀嚼系に含まれる組織は以下の通りである。これら各組織の受容体からのフィードバックにより、咀嚼運動は行われている。噛むとは、太陽をなしている、硬くて、可動の顎の間に何かを強く挟む動作を指す。そのような顎を持っているのは、脊椎動物の大部分のほか、節足動物の大部分、軟体動物の等足類、関係動物の多毛類、その他に見られる。 脊椎動物では顎の骨が関節を持って上下に動くことで消化管の入り口を開き口腔として使うところに特徴がある。それ以外のものでは顎は左右から挟み食いちぎるための仕組みである場合が多い。脊椎動物では無学類以外のものは顎を持ち上下に開くことができる。鳥類以外では顎には歯が並びこれによって餌を保持し噛みつぶし 食いちぎるなどのために使用する。しかし、歯を使って餌を切り取り、すりつぶすなどのことができるのは、哺乳類に限られる。節足動物では、分類群によって異なるが、消化管の入り口のすぐ後ろに1体か2体の左右に、並ぶハサミのようになった構造があり、これを顎と呼んでいる。顎は、消化管の入り口を広げるものではなく、従って噛むのは顎で挟むだけで、 それによって食いちぎったりすりつぶした欠片を消化管に送り込む。噛む仕組みについては、軟体動物、関係動物もほぼ同じである。クモ類やアリ地獄などでは、噛むことで顎を突き刺して、そこから消化液を注入し、消化したものを吸い取る。ありがとうございます。